将棋大賞は毎年度功績を残した将棋騎士などに日本将棋連盟から与えられる賞である。第一回の表彰は1974年に行われた。記録部門の賞以外は翌年度はじめの4月1日頃に選考委員によって決定、発表され、その模様は将棋世界史に掲載される。個人賞は各タイトル戦の主催の代表当中、数名。 名曲賞、マスダ構造賞は、東京衝撃社会の代表数名と、騎士代表数名で、選考会が行われる。各賞の受賞年は、前年度の記録、活躍が、対象となる。1、個人賞2、記録部門3、優れた、対局内容に対する賞4、その他の賞、マスダ構造賞及び、マスダ構造賞特別賞は、新手、名刺を指したものや、 上席の進歩に貢献した者に与えられる。第22回創設。あなて一生をザウの名としたマスダ構造の名にちなんで制定された。受賞者はプロとは限らず、第31回ではアマチュアの立石勝美がマスダ章特別賞を受賞。第35回の今泉健二と第38回の星野義隆は奨励会三段でマスダ章を受賞。また、 第47回では、コンピュータ将棋ソフトのエルモが、マスダ賞を受賞している。印を付した戦法は、受賞年よりかなり以前から知られていたものである。対象の1年間で最も優れていると認められた、対局に贈られる賞で、勝者と敗者の両方が受賞する。第36回には、名曲賞特別賞、第46回には、女流名曲賞も創設された。 最初の2回では、前年の1月から12月の対局が対象であったが、第3回からは4月から3月の年度区切りとなった。対局者は上が先手、下が後手、礼フトじは勝者。タイトル戦における成績が顕著な騎士に送られることが多いが、第16回には、ハブヨシハルが無冠の五段であるにもかかわらず受賞している。 同年度ハブは史上初の記録4部門独占、歴代名人4名を破った NHK 杯戦を含む4期戦優勝などの活躍をした。創設年度の関係で大山康春の受賞回数が少ないものの、大戦は50歳以内で最多勝利賞、最多対局賞、連勝賞を記録し、第7回には56歳で最優秀騎士賞を受賞している。 2019年度時点においても50歳代で記録部門に年度1位の実績を残しているのは大戦だけである。記録4部門の4章を独占したことがあるのは羽生義晴と藤井聡太の2名である。4部門独占を含む3部門以上の同時受賞を達成した棋士は以下の通りである。なお、4章べてで1回以上の受賞を達成したのは以下の7名。 ありがとうございます。